駐車場なんてこっち側からだったら来やすいんじゃん。ああこの駐車場は何の駐車場？ダム。何が使うの？上が大きい入る駐車場が取れないからここ取ってんじゃん。じゃあゆくゆくこの辺も全部なんか作ったりとかするように。ほら、大きなダムも。結構見学ツアーやってるところとかあるからね。だよね。でもさ、人がこうバーってやってるとこって、ああ、カタカタ開けてるとこ。それやってるときは大雨の時だ。前はこっち道なかったもん。考えてるみたいね、この辺もな。ちゃんダメさ。いや、まあ、なんかこの道見たことあるな。
温泉の道なんだ。天狗山トンネルだって。そっち？うん。そっちは遠くない。これこの空港の方向かってまっすぐは奥地、じゃあ右かな、右は薩摩地、ああここ、そうだ、ここだ、これ、なんかとったんだね、右のとこずっと船が蛍のね、蛍船って言ってます。蛍が、あれで言うと船がさ、私ってみんな、それがあれでみんなこう来るよ。すごい人気のもの。いっぺん乗ってみたいんだけどね。
まで、シビさん、大和先のまっすぐ行って右行くと、この間行ったの、渋さんの方が
ちゃう空港が。今日の晩飯、どっかで買って帰るの？カードレールとか、うんうん、だから竹林館っていうのが、うん、道の駅やったと思うよ、うんうん、ここだ。
林館で何か買って帰る晩飯。そんなかった。総菜はないかな。この橋のこっち側近いか。前来たでしょ、うん。車止まってないよ。うん、止まったかな。あ、どっちにしろこっちだよね。うん、閉まってる。あ、5時までかも。なあ、あーちょっと無理だな。どういったら何かあったかな。出発もそんなからな、こうやってこんなとこまで来てコスモスで買う気しないからなあ。スクラムみんな今日は恵子ちゃんとこ行って食べるから。